鶏卵目玉焼き調理中の目玉焼き。このまま焼き上げれば片面焼き、返せば両面焼き。目玉焼きは卵料理の一つで平坦な鉄板などに卵を割り入れて焼いたものである。黄身と白身が共に平ら円状となり、見た目が目玉のようになることからそう呼ばれる。英語で、フライドエッグと呼ばれるものに近いが、油を引いた鉄板で焼かないものも目玉焼きと呼ぶ。 場合もあるため、必ずしも同じものを指す言葉ではない。卵の個数は、辞書によっては、2個を正解にするものもあれば、1個または2個、とするものもある。時代、時期によって、卵の供給量や、健康面から卵を1日に摂取して良いとされる、限度により、それは変化してきたようだ。二玉の目玉焼き一般的にはフライパンに、サラダ油などの油を熱し、 温まったところで生卵を割り入れる。樹脂加工のフライパンならば、油を引かずに弱火で焦げないように加熱しても良い。カリカリした食感に仕上げたい場合は、フライパンを強火で加熱しながら、多めの油が被るように焼き上げると白身が焦げて、香ばしさが味わえる。焦げつかないよう鍋に油をなじませるのがコツであるが、鉄のフライパンなどでは、それなりの技術が必要である。 目玉焼きそのものは至極単純な料理で、料理の初心者が最初に作る料理としても最適だが、単純であるだけに美味しく作るには、熟練を要する。また、焼き方、焼き加減、使用する調味料によって、目玉焼きにも多くの種類が存在する。耐熱容器、金属容器、アルミホイル等に卵を割り入れて、オーブンの熱源によって焼く調理法もある。英語では、 ベークトエッグあるいはシャードエッグと呼ばれる別の料理であるが、これを目玉焼きに含めることもある。電子レンジを使用し、その電磁波により加熱させる方法もある。しかし、電子レンジの出力や使用する容器の形状、卵のサイズ、量によって加熱時間をうまく調節しないと卵が破裂しやすくなるため注意を要する。これを防止するには、 割った生卵を一度容器に移し替えて、黄身の部分に小さな穴を開け、ラップをかけてから、電子レンジに入れる方法がある。他に、容器に卵を割り入れた後に破裂防止のため、卵が浸る量の水を入れて加熱する調理法もある。また、電子レンジ専用で、目玉焼き調理用に特化した、調理器具も存在する。これらの調理法で作った目玉焼きは、通常焼き目や焦げ目ができないが、 機能を持った電子レンジ専用調理器具を使用すれば、焼き目や焦げ目のある、目玉焼きを電子レンジで作ることが可能。味付けには塩、胡椒、醤油、ウスターソース、トマトケチャップなど様々な調味料が用いられる。味付けをせず食べる人もいるが、多くの場合は好みにより調味料を使用して食べる。日本においては、醤油派が多いが、国や地域、個人の好みによってまちまちである。 バラエティ番組や雑誌のアンケートなどでどの調味料がどの地域で好まれるかを調査する企画がしばしば見られる総務省大臣官房管理室が主催したインターネット博覧会における目玉焼きに何かけるの2001年5月2日から5月31日まで実施された投票による醤油塩総水化は胡椒、マヨネーズ、トマトケチャップ何もかけないが続いている 付け合わせに生野菜や温野菜などを添えたりする。ハムエッグ目玉焼きを利用したり、目玉焼きを応用した料理も多い。焼きそばや焼きうどん、ハンバーグなど様々な料理の付け合わせとして、多くの場合、メインとなる料理の上に乗せて利用される。他に、水摘み炭、ロコモコ、チャーシューランハン、ナシゴレンラピュタパン、横手焼きそば、天窓など多数がある。 ありがとうございます。